これまでの3試合3連勝でこの決勝トーナメントに勝ち上がってきた日本、いずれも無失点での勝利です。対戦する UAE アラブ首長国連邦は若きタレントを豊富に揃えるチームです。2012年のロンドンオリンピック初出場、その時のメンバーが中心となっています。注目はこの人、10番のオマル・アブドゥル・ラフマン、左利きの司令塔です。この選手から繰り出されるパス、それを決めるのがこの11番のハリル、あるいは7番のマブフーと、決定力のあるストライカーを揃えています。今前半の45分がスタートしました。本田から中央、香川にボールが入って、左サイドに乾がいます。ドリブラーです。少しフェイントが入って中央に3人選手が入っていきますが、日本チャンス、シュートか、クロスか、ゴールキーパー弾いています。コーナーキックを取りました日本。乾の積極的なシュートの意識です。左足のキッカー本田圭佑が行っています。ニアサイドに1人入ってきて、そのニアを使ったスラッシュ、いった、ニアに入った岡崎のプレーだったでしょうか。ディフェンスが来ますが、サポートを待ちますけれども、カットして低い位置からの UAE の攻撃になります。それほど速い攻撃にはなりませんが、裏を取ってきた、チャンスになる7番のマブフード、 UAE のチャンス、日本ピッチ、川島出ました、ことが決まりました日本。いやー、日本少しヒヤリとするシーンでした。このあたりは先ほどもお話があったように、日本中2日、相手 UAE は中3日、マブフード、シュートきた、先制ゴール、日本先制を許しました。いやー、立ち上がり積極的に入ってきた UAE の圧力に少し押される形で日本が失点してしまいました。長いボールでした、はい、センターバックの背後のスペース、このトラップからフィニッシュまでの、はい、タイミングも素晴らしかったと思います。一度後ろに下げて、このポジションには香川あるいは遠藤がいるところです。長友からクロスを狙う、中央に来た本田、シュート、いいタイミングでした本田圭佑。それぞれの持ち味をまた新たに出していこうという日本の戦いです。右サイドバック21番の酒井高徳、速いドリブルから切り返す、クロスは左足、逆サイドシュート、決定機でした。乾のヘディングシュート、ゴールキーパーに阻まれました。まあ、形としてはいいんじゃないでしょうかね、はい、しっかりともうペナルティに入ろうかというところからのクロスで、まず本田に入ったら全体が本田の方に寄ってきながら左サイドで展開するのはいいと思いますけどね。長友いい形で奪った、マイナスを使った、遠藤のミドルだ、うん、初戦のパレスチナ戦でも遠藤のミドルシュートからゴールを決めた日本ですが、ちょっと枠を逸れてしまいました。いや、そんだけ頑張ってるかということですよ、その本田にボールが入った、右足で持っている、左足に持ち替える、中に入る、シュートを狙った、サイドネット、本田のシュートはサイドネット外でした。わっと、足の裏を見せていった、危ないプレーです。 UAE 13番はボランチのイスマイル長谷部、やっとちょっとミスになりましたが、長友拾い直した。しかしここで前半終了の笛が鳴りました。日本が連覇を狙う AFC アジアカップ決勝トーナメントの1回戦、準々決勝は今後半がスタートしました。単純に日本の混乱を狙っているのか、戦術的な意図がそこにはあるのか。オマル・アブドゥル・ラフマンから得意の左足、オフサイドはありません。日本危ないシーンですが、オマル・アブドゥル・ラフマン引っ掛けてきた、いやー、セカンドボールをクリアしました、危なかった日本。まあ、誰と変えるかというところはありますね。まあ、同じ役回りとしては、武藤に入ってシュートを打った、わずかにそれて受けました、武藤のシュート。酒井豪徳、田川左足切り返す、もう一度外か、もう一度外だ、クロスボールをワンタッチで入れる、ファーサイドシュート、続けの武藤のシュートは枠を捉えませんでした。完全にフリーになりました。アギーレ監督が送り出す2人目の選手は柴崎、下がるのは遠藤です。
17番のハサンが入ります。下がるのはボランチのアーメル・アブデル・ラフマーンです。11番のハリル、最前線のこのハリルと変わりますか。ワールドカップをはじめ世界の高いレベルで戦ってきた日本、14番の武藤、中に切れ込んで本田、いい形で日本のチャンス、香川シュート、いいリズムでした。日本、香川のシュートはしかしゴールキーパーのナセルに阻まれました。岡崎ですね。さあキッカー柴崎、低いボールできてチャンス、いや惜しいシーンでした。入ったばかりの豊田、ニアで潰れながら、あっと15番のハーディーが行く、寄せる、日本寄せる、寄せてカバーに入った、大人が加えました。さすが中友。酒井豪徳、もう一度柴崎、柔らかく上げた、中央、豊田のヘディングシュートでした。3人目の選手交代はハマットです。さあキッカー本田です。中央、ゴールキーパーに対するファウルは取っていない、シュート、香川、いやイメージはよくわかると思うんですが、柴崎縦に入った、本田、柴崎シュート、見事なワンタッチでした。いやもう人数は完璧に揃ってますから、この速いワンタッチでワンタッチシュート、ああ決勝トーナメントは交代の選手が試合を決め続けるような、はい、そういう大会ですよね。本田から斜めだ、武藤だ、武藤シュート、長友、無尽蔵のスタミナがあります。武藤、長友、いいところに入った、香川だ、かわしてシュート、まだある、長谷部、柴崎のシュートは浮きました。さあ終盤の日本の猛攻、日本のディフェンスの網にかかる、長谷部、ファウルがあった、日本ボール、本田が狙ってきた、やはりブレダマを狙ってきたでしょうか。やっぱりここはやっぱり世界で戦ってきたチームだという感じがするんですよね。そこの厳しさよく分かってる、ただこれ打ち破ってほしい、本田折り返した、豊田、豊田突っ込んだ、ファールですね、はい、ファールがありましたか。いや体を張った豊田のプレーがありましたが、はい、ファールです。いやいいと思います。もういけないですからね、はい、UAE ゴールに対してプレッシャーがかからない、シュート、クロスだ、まだある、日本シュート、うわ、香川のシュートでした。そしてここで90分終了の笛、延長の前半15分のままキックオフ、今延長がスタートしました。あーっと長友走れるのか、はい、いやちょっとスプリント難しいかもわかんないです。まとまりですよね、はい、結束力、はい、今延長前半終了です。延長後半今スタートです。この柴崎の役割、香川、柴崎、逆サイドに振ってきた、シュート、森重のヘディングシュートでした、はい、こういう結束力は大事ですよ。またショートコーナーを使ったゴール前のディフェンスをずらそうとする日本の攻撃、チャンスになる、クロス、シュート、打ち切れず、ちょっとせめぎ合い帰り、主審の笛が鳴りました。いや、精神的にはかなり盛り返しましたね、日本、はい、今の修正で。
ファーサイドに来た。横に動いて剥がしにかかる。はい、UAE 今バランス崩してますから。ホンダファールを取った。日本フリーキック。これ柴崎もあるんじゃないですか。柴崎が狙った。うわ。柴崎が来ました。はい、これはわずか。うわ。ボール1個。まもなく15分です。ただそこに勇気を持ってほしいんですよね。はい、今アディショナルタイムをほとんど取らずに延長後半が終了しました。気持ちを一つにして日本の一人目は本田。歓声とブーイング。あっと浮かせてきました。決めました。冷静です、はい、これまでの2人 UAE のゴールキーパーハサン・ナセルは同じコースに飛んでいます。日本追いつきました。日本の4人目決めた。決めました。まあ勢いはありますよ。うわ、決めた。決めました。プレッシャーを与えます。長めの助走を取りました。あっと19番のアハマット。日本敗れました。2015年のアジアカップ日本 PK 戦で敗れました。ベスト8敗退。ベスト4に進むことはできませんでした日本。